いや、今までも面白かったんですけど、2章に入ってから雪だるま式でどんどん面白くなっていってませんか？特に今回って、なんか全ての要素で、なんかほぼ完璧な内容だったんじゃないかなと思いまして。はい。まあちょっと話をしていきたいと思います。こんにちは、トールです。まあ第10話、夏と修羅についてですね、サニーボーイの感想を皆さんと、共有していきたいというふうに思います。はい。今回がその、まあ、骨折ちゃん、まさかのね、骨折ちゃん回ではあったんですけど、まあ、そこ含めて、なんか、骨折ちゃんの物語もめちゃくちゃ、十分に良かったんだけど、それ以外の部分も、例えば、それは、前回伏線として出された、加賀くん周りの人間関係だったりしますよね。で、まあ、この加賀くんの人間像みたいなのは、前回自分考察してみたんですけど、まさにぴったり繋がっていたりだとか、で、今回の骨折の事情の中に、秋先生や朝風の思い、そういったところも繋がってくる。だから、話全体としてもめちゃくちゃ綺麗やったりして、あと一章のね、終わりである6話、これの、まあ、種明かしも綺麗にされるわけですよ。で、ね、さらに言ったら、最終回に向けての道筋みたいなのも立てたっていうところで、素晴らしい、10話だったなと思いました。主人公キャラクターを中心に置かずに、ここまで盛り上がることができるもんなんだなと、感動しましたね。じゃあまあ見ていきたいんですけど、まあ自分的にはさっきも言いましたが、もうないやろうなと思っていたんで、自分は前回はこう、加賀くんと骨折ちゃんがなんかあるのかなっていうのね、感じやったんですが、まあ思った以上に複雑でしたね。で、この複雑性っていうのも、骨折ちゃんが能力を持ってるからこそね、より複雑になってくるということで、予想をはるかに超えて、面白くね、超えてきた部分だと思ってよかったと思います。はい。で、いい部分だけじゃなくて、例えば、朝風のことが好きやから、加賀くんのことを気持ち悪いと思ってしまってる、彼女だとかですね。で、朝風もですね、のぞみのこと好きなんやけど、定期的に、秋先生のおっぱいのことを考えてるとかですね。そういうところの事情の汚い部分とか、盲目的だなと思われる部分も含めて、ものすごく面白く人間模様を描いてくれましたね。はい。このカットとかまさにその象徴だと思いますし、のぞみサイドで言えば、朝風はのぞみのことが好き。で、のぞみは朝風を振っていて、それを骨折ちゃんも知っているからこそね、できるっていうところとか、のぞみとその骨折ちゃんの関係っていうところも含めて、めちゃくちゃ面白い、構造になっていました。で、世界観のところもね、結構素晴らしくて、ウニの世界とかね、出されていたのも良かったと思いますね。はい。その後、ウニが山積みになってパーティーしていたり。ここちょっとね、笑ってしまったんですけどね。面白かったです。で、他にも、電車の描写とかがあって、駅の描写ですね。私たちは静止した存在だからね、未来がないんだっていう、そういう部分。他にも、秋先生のね、ところから卒業証書を受け取ってですね、はい。まあ、それぞれの場所にね、散っていく仲間たちみたいな、そういうなね、なんか、社会が出来上がってるところの表現とかも面白かったです。で、他にもまあ、サニーボーイにおいてはですね、醍醐味である、新しいこの世界、今回は戦争の世界が、書かれていました。はい。戦争っていう、存在がいることはですね、まあ、ながらサイドはボイスのことがね、聞いていたので分かったと思うんですが、秋先生も戦争のことをね、知っていたという、ところになります。戦争の世界においては、すべてのものがですね、焼き物、陶器でできてるっていうね、そういう形になっていました。これもなかなか、興味深い世界ではあるんですが、そして、今回ですね、まあ、朝風が世界に死をもたらせる、ことに成功したようですね。で、それによってですね、おそらく秋先生側がやろうとしていることの条件がだいぶ揃ったんだと思います。で、逆に、ながらたちも、ながらがしようとしてることの条件が、今回、瑞穂の能力が明らかになったことによって、揃ったんじゃないかなというようなところが思われてですね、ちょっと最終回に向けてどういう姿勢でいればいいかっていうのがね、示されたんじゃないかなというふうには思ってます。ではですね、まあまあ、感想考察踏まえて言っていこうと思うんですが、まあ何を言っても今回はこれですよ。翼ちゃんの恋心。翼ちゃん誰かっていうと骨折ちゃんのことなんですけど、一応、ハヤトのノートには名前が翼って書いてあったので、まあ、翼ちゃんでいいんじゃないかというふうに思いますが、自分の能力を偽っていた。ね。
実は心が読める、モノローグの能力があるっていうところで、そしてそれがバレてない自信はある。だって心が読めるんだからっていうね。この心を読める能力者が最強と言われる理由の一つがそれですよね。はい。心が読めることがバレてるかバレてないかっていうのをですね、知ることができる能力っていうのは素晴らしい能力、だというふうに思います。で、だから心が読めていることはバレてないっていうのが言ったら今回のフラグになってるんですけど、それはそれとしてね、置いておいてですね、まあまず書くべきは朝風に対する思いがですね、過去回想みたいな感じで書かれるんですよ。ここも憎いですよね。すなわち1話にあった描写の裏側で、骨折ちゃんが、翼ちゃんが何を思っていたのかっていうところをね、書けるわけですよ。みんな心の内側にですね、汚いものを抱えていてですね、綺麗な世界じゃないことは分かってる骨折ちゃんね、そんな中ですね、朝風も結局はですね、短絡的な思考の持ち主ではあるんだけど、でも何か心惹かれるものがあったわけですよ。この恋は盲目感がすごくいいんですよね。はい、そしてですね、朝風がのぞみのことを好きなものを知ってるからこそですね、のぞみのことが好きな朝風をずっと見て心を聞いている。で、のぞみが目の前にいなくてものぞみのことを考えている朝風のことを、これは好きな自分にちょっと寄ってる部分が、あるところがですね、恋なんですよね。愛ではなくてね。はい、そういう歪みがね、見えるところはね、もう着実にあって、例えば朝風のことを見てて、朝風がお前たちなんてね、月とすっぽんどころじゃないってね、クソと便器だみたいなことを言ってるんですけど、この比喩の仕方間違ってるんですよね。この場合、朝風自身もクソか便器かどっちかにならなきゃいけない話になっちゃって間違ってるんですけど、それをなんか可愛いなみたいな感じでですね、メモリーしてるわけですよ。モーニングウィンド、朝風のことですね。恋のメモリーって書いてるんですが、これはその恋に寄ってる状態の、恋心を書いてる骨折ちゃんのね、話になってるので、いいんですよ。で、だからこそ、まあ、わがままにですね、加賀くんの自分に対する思いっていうのはですね、気持ち悪いと思ってる部分ですね。はい。あっさり気持ち悪いと思えるし、逃げるし、拒否するっていうね、行動としては正しいんですけどね、その部分をですね、わがままにしっかりね、振る舞ってる部分です。ちなみにこの加賀くんがですね、骨折ちゃんのことを好きになる、道筋っていうのをすごく想像しやすくて、つまり、おとなしくて身近にいてですね、そして自信なさげな女の子っていうね、ところなんですけど、それが自己評価がとにかく低い加賀くんにとっては結構ハマるわけですよね。はい、この辺はなんかあまりいい表現ではないのかもしれませんけど、リアルのね、その恋愛感みたいなのね、書かれてるようでね、なかなかこう生々しく、かつですね、えげつないなというふうには思いましたね。はい。そして、この辺含めて、骨折ちゃんが、まあ、翼ちゃん、骨折の方が分かりやすいですね。骨折ちゃんがですね、なぜ今回ミスしたのかというか、例えば、のぞみに対しては心許せるよみたいな描写がちゃんとあったんだけど、例えば、秋先生に対してはですね、はい、まあ、その、正確に見ることができなかったというところでですね、秋先生に上手を取られてしまう部分ですよ。そして、もう一つの要素としては、朝風のことをですね、正しくは理解しきれていなかった。声は盲目というので、理解できていなかったというところが、今回のですね、結末につながってくるところなので、この骨折ちゃん物語っていうのは、本当にめちゃくちゃ大事なストーリーだったわけですよね。はい。で、その上でちゃんと、恋心の切なさみたいなのを表現しながらですね、はい、ここのその戦争の世界を進んでいく時の、まあ、この時の秋先生の顔すごい好きなんですけど、思いですよね。で、のぞみが気をかけてくれて、助けてくれるってね、まあその捻挫の部分を固定してくれる表現とかもね、すごい良かったんですが、そこ含めてその挿入歌がですね、まるでなんか骨折ちゃんが歌ってるかのようなね、ものすごいシンパシーの感じるようなね、歌声でですね、書かれた、歌われた、内容、これもまた概要欄に載せとこうかなと思うんですけどね、すごく良かったですね。はい。で、結果的にですね、ちょっと苦しい思いっていうところが、描かれて良かったと思います。で、やっぱりそこはですね、望みですよ。その、望みに対してのみ骨折ちゃんは心を許せたんですね。で、それがなぜかっていうと、朝風がのぞみのこと好きだから、出汁に使っていたわけじゃなくて、
望みは、ここに書かれたものをずっと見てくると、つまり前回、まあ骨折ちゃんがそのキャンプについていってる理由を分かっているっていうところとか、わざわざ骨折ちゃんに言われたらですね、来てくれるっていうところからね、望みは骨折ちゃんの気持ちをですね察して分かってくれてるわけですよ。で、望みの言ってることっていうのは嘘偽りがない、本心だから、骨折ちゃんもですね裏表で見なくて済むわけですよ。つまり本来一方的に人の心が分かってしまうせいで相手との信頼関係を結ぶことが難しいんですよね、骨折ちゃんっていうのは。でも望みに対しては、望みの言ってることに嘘がないことと、望みは勘がいいから骨折の思ってることを察してしまうところからですね、ちゃんと本当に信頼関係を結ぶことができてしまってるわけですよ、唯一の存在としてね。で、そういう意味でやっぱり望みは主人公なんだと、というかまあヒロインですかね、はい、ヒロインなんだと思える部分ですよね。まあある意味ストレートすぎるんですけど、今回好きやったのが、じゃあのあんた何してんの瑞穂って猫たちにそれぞれの能力があることがね分かってですね、じゃあ瑞穂何してんのみたいな感じのことをね、このあっけらかんと言ってしまうわけですよ。無能力者としてね、なかなかこうね、鋭い言い方にはなってくるんですけどね、瑞穂も瑞穂でね、あれ私何してたんだろうみたいな、休日をスマホゲームをタップするだけで過ごしてしまった社会人みたいな、ね、そんな感じの戸惑いをね感じられるようにはですね、あまり配慮なく聞けてしまう部分ですね、これがやっぱりまあ望みの面白さというかね、魅力の部分だというふうに思いました。やっぱりいいキャラクターですよね。で、昆布とかしっかり回収してるわけですよ。みんなが食べみんなで湯豆腐するための昆布をね回収してたりするわけで、いろんな望みが見れてね非常に良かった部分だと思いました。優しさも兼ね備えているし、でなんだかんだでそのニャマゾンさんのものを持ってきてくれてる部分とかもありますし、サバイバル技術は非常に高いというところですね。で、今回可愛かったのがポストカードですね。能力異物でおそらくは届けたい相手に手紙を届けることができる、能力異物なんでしょう。はい。で、そんな中で、まあ、戦争の世界に関してもですね、いろいろ分析してですね、鳥や植物もね、全部、陶器でできてるみたいなことを報告していました。で、そんな中ですね、ここですよね。はい。翼という名前を、ちゃんとつけて呼んでますし、戦争の世界だよってね、昆布が大量に手に入ったので、帰ったら湯豆腐をしましょうっていうね、こう、イメージ映像を PS で書いてるんですよ。可愛いですよね、これね。はい。で、能力異物的に多分ながらに向けて手紙を書けば届くっていうね、そういう能力なんだというふうに思います。このあたりもやはりそのサニーボーイにある鳥のね、イメージが出されていますので、この辺もなかなか感じるものがあります。そして、まあ、今回の望みのかっこいい締めはここですよね。望みはなぜスマホを手に入れていたんだろう、使っていたんだろうっていうところは、おそらくやはり本来スマホを持つのは好きじゃないんだけど、骨折との友情のために、持っていたのかなというふうには思いました。ここは、朝風のためではなさそうですね。はい。なぜならですね、自分が振った相手にもう会う必要はないだろうというところが強く思っていたので、はい。骨折との友情のつながりを、持つためにですね、まあスマホを持ち続けていたんだろう。そして、骨折が朝風の気持ちを知ってることが朝風にバレてしまった。瑞穂が朝風を振ったことがみんなの共有認識になってしまったことによってですね、望みはですね、スマホを捨てるわけですよ。これ何かっていうと、めちゃくちゃかっこいいシーンで、つまり、すべて分かってしまったから、もう朝風と自分が会うことはないだろうってね。で、そういう条件のもとにですね、骨折とスマホで連絡を取り合う必要があるのかっていうとないんですよ。骨折がそれでも朝風についていくんやとすると、もう骨折と望みが会うことはなくなってしまうわけですから、そこに友情があったとしてもね、この辺の割り切りの良さが気持ちいいところですよ。で、そして、まあ、望みと、まあ、骨折が、まあ、朝風についていかないというね、そういう選択を取るのであればですね、まあ、わざわざこうスマホとかを使って、やり取りする必要はなく、一緒に来ればいいし、出会ったらまた出会ったでいいと、いう形になります。だから望みは、骨折の恋心とかにですね付き合ってくれていたんだろうと、いうようなことが思われるわけですね。はい。その後2人でですね、クッキー食べてる様子なんかもすごく良、かったというふうに思います。やっぱりね、のぞみさんは素晴らしいですね。ヒロインじゃないかと思われました。
そしてですね、サニーボーイは超能力ものなんだけど、能力バトルものじゃないんですよ。でも、今回の秋先生はね、まさに能力バトルものの要素をめちゃくちゃ面白く出してくれたのかなと思いましたね。すなわち、秋先生の能力がですね、まあ、相対性って言われてるんですけど、多分他の人の能力を、まあ、劣化コピーみたいなことができる、ものなんじゃないかなというふうには思われますね。はい。で、じゃあなんでコセツちゃんがその今回秋先生に上手を取られたんだろうというふうなところが、思われるんですが、こここそがですね、表現としてうまいなと思ったところで、すなわち、カクテルパーティー効果を意識した演出やったのかなと思ったわけですよ。人がたくさんいてざわざわとした喧騒の、人それぞれの声が聞こえてくる、モノローグの能力なんですけど、そんな能力に対してですね、コセツちゃんは、まあその秋先生をピンポイントで心を読むというような形ではなかったわけですね。みんなの心が聞こえてきてしまうコセツの能力、それに対してですね、秋先生は、まあ、劣化コピーの考説の能力だったとしてもですね、カクテルパーティー効果、ガヤガヤしたところでね、喋ってるんだけど、うるさい喧騒の中でもですね、自分が集中すれば、目の前にいる相手とのね、会話だけを聞き取ってですね、他の声が聞こえないかのようにシャットダウンできるっていうね、そういう人間の特性ですけど、そんな感じのことをすることによってですね、考説を、狙い撃ちしてですね、心を読んで上手を取ることができるように、なったんじゃないかなと。いうふうには思いました。はい。まあそこにまあ加えてですね、まあその例えば骨折の声だけにねが聞こえているからこそとか、まあ秋先生なりに劣化コピーだけどコピー能力を使い慣れてるからこその戦い方みたいなね、そういうところの片鱗が見えて、面白かったと思います。で、秋先生の能力は今後言及されないにしてもですね、結構今回で、書かれたと思うんですよね。例えばボイスに合っていたのは星の能力をコピーしたのかもしれませんし、で他にもですね、移動してるのはおそらく朝風の能力なんだけど、この映り込んでいる歪みみたいな世界っていうのはなんか若干ながらとか小玉とかの能力っぽくもありますよね、表現の仕方として。そんなわけで、秋先生が、まあちょっとね能力異物とは別にですねコピー能力的なのを持ってるのかもしれないというところが示されて、ちょっとね強敵として良かったですよね。はい。やっぱり立ちはだかる強敵にはなっていました。まあ今回ね、アンチおっぱいの2人がですね、組んでいたのも含めてですね、いやこれはいい仇役というかね、敵役になったなと、そんな感じの、感想ですね。はい。それからまあ戦争の末路ではあるんですけど、これがまあ能力異物化したということで、いいようですね。はい。戦争が銃に変わってしまいました。ちなみにソーセージも出てきましたね。ソーとセージの能力異物リバースの能力は、こういう形で、行われるみたいですね。これを食べると時間が戻ったりするんでしょうか、不思議ではあるんですけど。で、同じように能力異物化してしまったものの中にですね望みがいます。で、今回の望みを失ったことが、その、言ったら骨折ちゃんの二つ目の、一つ目は秋先生に先手を打たれた、能力者としてね、先手を打たれたっていうところ、自分は心が読めるから読まれることはない、バレることはないと思っていたところの先手を読まれた理由ですね。に加えてですね、朝風のこともまた分かっていなかったかもしれないという、そういう示唆になっていました。これ朝風が能力を使うことによってですね、まあ、死をもたらせて能力異物化した、というような表現なのかなというふうには思うんですが、結果、望みのこともですねおそらく朝風が能力異物化してしまったんでしょう。望みの能力はコンパスなので、これが望みが能力異物化してしまった姿、なのかもしれません。そしてですね、朝風は落ち込んでいるんですね。自分の本心に気づいて落ち込んでしまったのかもしれません。望みをその自分の手に入れたい、望みを自分のものにしたいという感情はですね、まあ先行してしまったっていうところで、これは朝風自身が気づいていなかったかもしれない。そして、心読める、骨折ならもしかしたら気づけたかもしれない要素なんですけど、骨折もまた朝風のことが好きだったようにですね、気づけなかったんじゃないかというようなことが思われるわけですね。いや、望みどうなるんっていうね、そういうところですよ。で、一方、まあ、ながらたちもですね、真実に近づきつつあるというか、瑞穂の能力を確定させます。
ニャマゾンで、頼んだもの2つあるんだけど、片方はながらが頼んだ、もう片方はみずほが頼んだということになっていますが、みずほが自分のね、注文書を使って自分で注文した場合との差ということだと思いますが、これが片方はですね、片方から両方ですね、ながらの包丁でですね、まあ締めたわけですよ、殺したわけですね。でそれがですね、片方は静止している、存在だからですね、肉体が巻き戻ってしまってね、動き出すわけですね。はい。でこの静止こそが、みずほの能力だったと、いうことが分かりました。すなわちですね、これですね、6話にあった、まあ、ボイスが話をしていたんですけど、なぜながらが観測した時に別の存在として認識されてしまったのかの答えがここにあったわけですね。すなわち、コピーされた元の、自分たちっていうのは静止した存在であるがゆえにですね、まあ、2つ考えられるのは、元の、静止した存在じゃない自分たちに戻ることはできなかったっていう考え方と、片方はつまりオリジナルの方は静止していないから、ちゃんと時間がね流れていってるわけですよ。この辺はボイスが言ったね、8ヶ月なんて誤差だみたいなことを言っていた、ところにもつながるんですけど、つまり元の自分たちっていうのはもう成長してしまってる、状態なので、静止した自分たちとは別存在と認識されてしまったと、いうところなのかなと、そんな感じのことがね考察して拾っていける部分ですよ。この部分もなかなか美しかったですね。はい、みずほの能力が明らかになったというところで、いや本当に面白いですねサニーボーイここに来てやっぱり序盤の伏線回収しつつ、キャラクターとの魅力を爆発させつつですよ、最終回への道筋を作るというところで、本当に追ってきてよかった、そんな作品ですね。はい、もちろんこのアーカイブがね残っていますので、まあ未来のね人ともですね、一話一話サニーボーイを探せる、楽しめるっていう意味では、まあそのちょっとサニーボーイ的でもある、ね、あるんでね、嬉しいんですけど、こういうその時のタイムリーな楽しみをいろんな人とやりたいっていうのが、言ったら当チャンネルを僕は作った理由になってきますので、はい、僕は煙草をね、リアルタイムにみんなで考察しながら追いたかったぜっていう気持ちからこのそのチャンネルを作ったので、そういう意味ではすごくね救われる作品に出会えて、嬉しいなと思いました。もうこれは間違いなく神作品決定ですね。はい、どんどん面白くなっていますし、考察した部分もめちゃくちゃ綺麗に回収してくれています。猫3匹、みずほ、ね、人間1人の能力がニャマゾンだったのかなとかですね、まあ、秋先生キャンプの人間描写、ね、ありそうだなみたいなところもね、見事に回収してくれるわけですよ。もう考察したらした分倍ぐらい返してくれるっていうね、そういう楽しみが、ありますので、いやまあ残り2話ですかね。はい、楽しんでいきたいなと、そんな感じのことを思っています。で一応最終回に対する、結末の部分の道筋はねちょっとだけね、さらえとこうかなというふうには思いますが、まあ、大したことではないんですね。まあ重要キャラ4人が揃ったよね、ようやくそれぞれの役割とピースが揃ったよねっていうところですね。この世界を観測できるながら、コピー能力と、時間静止能力のみずほ、そして、おそらく移動したりだとか世界を維持する能力を持っている朝風っていうところになってきます。でそこに加えてキーパーソンであるのぞみですよね。つまり3人が漂流を起こした主要人物と、取れますし、そんな中ですね道筋を、示せるのぞみの能力こそがですね、まあ終わりのない世界に終わりをもたらせられるのかもしれないというようなことが思われます。いやーみずほのね能力が衝撃ではあったんですけど、のぞみが能力異物化してしまったことの方がね、ある意味衝撃ではありますよね。そして、まあ異物化してしまったところで考えると、ながらたちとは別に、秋先生たちが考えていること、企んでいることもですね近いぞというようなところが思われますよね。はい、どういう子たちなのかはわからないんですけど、そしてまあ漂流要素の3人に加えて、秋先生側がどう動いてくるかっていうところを、見ていきたいところですね。でまあ秋先生に関してはやっぱり本人の能力に加えてそのボイスというね後ろ盾もあるわけですよ。そしてまあその能力異物も持っているという、かなり強い人なんですよね。言ったら多分能力的には大したことがなくてもですね、まあ歴戦の猛者なわけですよ、ある意味ね。だからなかなか倒すのは難しそうな、ね、感じにはなっているんですが、
まあ、今回の話を含めてみると、朝風さえ戻ってくればですよ、漂流自体は再現可能なんかなと思えるわけですよね。つまりコピー能力を持っているそのみんなの能あの瑞穂が、まあ、静止能力を解除する方法さえ見つかれば、いけるんじゃないかと。でそれもですね、一応静止存在っていうものに対してリバースが有効かどうかを調べればわかるかもしれないんですね。これ創生時の能力であったので。だからこのあたりを絡めればですね、なんか未来に向けて再漂流するという終わり方はありなのかなと思えるわけですよ。静止した存在じゃない自分たちとして新しいこの世界に向けてね、出発することができるんじゃないかと。静止存在っていうものと朝風のそのこの世界維持能力や移動能力みたいなのをうまく使えばですね、何か新しい、未来が見れるんじゃないだろうか。そしてそれは秋先生が考えているものとは違う方向なので、そこで衝突があるんじゃないか、みたいなところが、感じられる部分ですね。はい、期待しておきたいというふうに思いました。はい、そんなわけですね。まあちょっと今回も長くなってしまいましたが、お付き合いありがとうございました。やっぱりね、サニーボーイはめちゃくちゃ、面白いですね。はい、しかもどんどん面白くなっていってるので、はい、まあ結末に向けてですね、皆さんと、感想などを言いながら、追っていきたいと思います。はい、皆さんの感想考察も、お聞かせください。で一応、同時視聴配信をですね月曜日にやってますので、そちらね、アーカイブなど含めて楽しんでいただける方はそちらもよろしくお願いします。はい、やっぱりね、皆さんのね、コメントがめちゃくちゃ鋭いんですよ、サニーボーイって。ね、僕そんなに、学がないので、いろいろと SF 的な部分とか、量子力学の話とかね、コメントですごくしていただいてですね、なかなかうまく取り上げるとですね、逆にこう、なんか変なイメージをつけてしまうんでね、下手なの取り上げはできないんですけど、そちらのね、コメント欄の方でね、いろいろとこう、議論とかね、論争してもらうのも非常にね、歓迎していますので、はい、皆さんのもう感想点、考察点などね、教えていただければ、嬉しいかなというふうに思います。まあ、あと、まあ、このチャンネルではこんな感じで、毎週のね、アニメの感想とか考察などをですね、一つ一つ噛み締めながら、追っていって、意見交換などもしてますので、また他の作品においてもですね、ご一緒いただければ嬉しいかなというふうに思っています。それでは、今回はこれぐらいにしておこうと思います。また機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。失礼します。